ですが、じゃあいよいよ今年のワンピースはエンディングということになります。新たな試み、こちらの方紹介してください。はい、それではここで来シーズン中日ドラゴンズの仲間になる新入団選手をご紹介します。はい、大きな拍手でお迎えください。ドラフト1位ヤマハ鈴木博志選手。ドラフト2位西南海道高校石川翔選手。ドラフト3位滝川第二高校高松航選手。第4位川崎徳丸高校清水達也選手。ドラフト5位中京大中京高校伊藤浩介選手。ドラフト6位私立西宮高校山本拓海選手。犠牲打ち徳島インディゴソックス大倉敦選手。育成に龍谷大学石田健人丸木選手。中日ドラゴンズのユニフォームを着ていただくことが決まりました新入団選手。皆さんお一言ずつ自己紹介と意気込みをお願いしたいと思います。はじめに鈴木博選手お願いします。ドラフト1位指名していただきましたヤマハの鈴木博志です。開幕1軍目指して頑張るので応援よろしくお願いします。石川翔選手。ドラフト2位セーラーネット高校石川翔です。ドラゴンズを引っ張っていけるようになりたいと思っているので、応援よろしくお願いします。高松航選手。ドラフト3位指名させていただきました高松航です。ファンの方に愛されチームの主力の選手になるように思うので応援よろしくお願いします。清水達也選手。ドラフト4位指名をいただきました長崎徳丸高校清水達也です。高校時代日本一を経験しました。ドラゴンズも日本一を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。伊藤浩介選手。ドラフト5位をいただきました中京大中京伊藤浩介です。とにかく元気よく全力で頑張りたいので応援よろしくお願いします。山本拓海選手。ドラフト6位をいただきました西宮市立西宮高校出身の、山本拓海です。人々の印象に残るような選手になりたいと思うので応援よろしくお願いします。大倉明人選手。石田健人丸木選手。育成2指名をいただきました龍谷大学の石田健人丸木です。一日も早く試合化選手になり戦力になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
とうございました。ここで写真撮影タイムを設けたいと思います。新人選手の写真撮影タイムです。メディアの皆さんもどうぞ。森重和監督よりご挨拶申し上げます。